メンフィスにある110部屋のマディソンホテルモーガンハウスはインドのカリンポンにある植民地時代の邸宅がブティックホテルに改装されたものであるブティックホテルとは独創的で店舗ごとに異なるコンセプトと高いクリエイティビティをセールスポイントに持ち10室から100室ほどの客室を有するホテルを指すブティックホテルは独立系のオーナーによる経営スタイルが多く一貫した コンセプト、細部に至るまで徹底したクリエイティブのこだわりが見られ、高品質、高価格帯である。また、運営をマニュアルで縛ることなくチェーン展開されている。近年拡大すること消費の需要拡大に伴い、ホテルマーケットも変化した。その中で生まれたのが、1980年頃に登場した新たなホテルカテゴリー、ブティッカホテルである。パリ、ロンドン。 ニューヨーク、サンフランシスコなどの日本国外の主要都市では1980年代にブティックホテルが登場。最初のブティックホテルは1984年にアン、シュレガーとスティーブ・ルーベルが作ったモーガンズホテルであり、ブティックホテルという言葉はブティックになぞらえてスティーブ・ルーベルによって作られた。近年では国際的なホテルチェーンが豪華なブティックホテルを サブブランドに持ち、この市場の成長を促進する動きが注目されている。多くのブティックホテルは、テーマ性のあるスタイリッシュでこだわりのあるインテリアが特徴。ブティックホテル人気に対して、マーケットシェアの拡大を狙う外資系、ホテル企業も影響を受けている。アメリカでは、マンハッタンを中心としたニューヨーク市内に、たくさんのブティックホテルが集まる。ブティックホテルは、ロンドン。 ニューヨーク、マイアミ、ロサンゼルスに多く、世界中に広がりつつある。それ以外では、リゾート地にもスパ、ヨガや絵画教室や、その土地でしか体験できないアクティビティを売りにした、ブティックホテルなどがある。日本語においての、ブティックホテルとは、ラブホテルの遠曲表現の一つで、特に法令上のラブホテルに当たらない、いわゆる偽装ラブホテルの一種として用いられることがある。このため、 ブティックホテルとされていても、本来の意味のブティックホテルとは限らない。日本での本体の意味でのブティックホテルのマーケットは未開拓といえる。これまでは、2017年にテイクアンドギブニーズの子会社トランクがアーバン型の形態を持つトランク、トランカホテルを東京都渋谷区に開業した。また、2020年6月には京都市ネースホテルが開業した。 ありがとうございます。